馬之助、馬之助、早く来い、逃げるが一手だぞ。わざと五条橋を避け、主従とも七条河原に紛れたのは、相手の追尾よりも、帰る先と身分を知られることの方が、より怖かったに違いない。いや、どうも、若殿の悪さには、驚きまいた。物にもよりけり、相手にもよるものを。やはり、酒のなせる技だったな。そんなお悪いご主癖とは、ついぞ今日まで、馬之助も存じませんでしたが、ははは、犬も悪かった。あの傲慢な生き物が、わしにはまざと、鎌倉の執権殿そっくりに見えてきたのだ。そこが酒だな。もうあまりは過ごすまい。ここは闇の河原。ご方言も、まず大事ございませぬが、そんなお胸の底のものは、よそでは夢、お包みなされませ。先刻の小酒屋でのお振る舞いなども、金輪際、ご公害は。馬之助はいつまでわしを子供と思うてぞ。知っている、心得ておるぞ。ところで、除夜の鐘はまだか？はて、除夜はとうに過ぎておりまする。やがて、東山の空も白みましょうぞ。では、はや元日か。さても面白い年を超えたな。今年は春の夢占いもよからん気がするぞ。なあ、馬之助、もう寝る間もあるまい。宿所に戻って若水でも汲むとしようよ。やがて二人の姿が帰って行った先は、北の六原の一角だった。昔は平家一門の社賀が、軒並みの田舎に生えた繁盛の跡である。平家滅んで、源頼朝、実朝の幕府下にあったのもわずか20〜30年。以後、北条氏が取って代わってからは、中興の人、北条泰時の前世、西明寺時折の賢治、また、現行の国難にあたった、相模太郎時宗などの名手も出て、泊まれ、北条家七代の現執権高時の今に至るまで、南北の六原丹大以下、表情州、引付州、門中女執事、侍どころ諸士、剣断書、越祖奉行などのおびただしい鎌倉志心が、遺留しているその政治的呪落も、いつか100年余りの月日をここにけみしていた。世は知らむ、年輪を重ねた六原松の松の奏でに、近くの八坂の神の庭火、祇園の神霊など、やはり岩頂は何やら神言に明ける。